タコツボまで行くのがめんどくさい。そんな時には、この八重ちゃん、壁抜けできます。皆さんこんにちは、マッチです。今回は人魚関連のバグについて説明していきます。人魚関連のバグは大きく分けて2つあります。1つ目は人魚抜け、ダッシュを使ったポリゴン抜けです。2つ目は人魚ブースト、岩でできているデコボコな壁に向かって人魚ダッシュをするとスピードが上がるバグです。では1つ目の人魚ダッシュからのポリゴン抜けの紹介、解説をしていきます。まず紹介するこの場所、このバグの中でもメジャーなナルト街道水中の入り口付近ですが、ここの水底に向かってダッシュをするとなんと抜けてしまいます。そしてこのまま下の海藻にいるタコツボに向かっていくことができます。おっと、こんなところには。やり方ですが、基本的には左下にスティックを倒しながら A ボタンを連打するだけです。ただ、なかなか成功しない場合が多いので、根気よくチャレンジしましょう。以上です。こちらの技が使える場所は次の通りです。ナルト街道、水中のスタート地点、タコツボの左下、大入り袋手前のここの地点、地上に上がるための縦通路がある手前にある横通路のトゲ板の下、地上に上がるための縦通路がある手前にある横通路のトゲ板の上、竜宮城一つ目の水中、2つ目の水中、ボケケの森岩、無限城岩、以上です。もっと探せば他にもある可能性はあります。また地上マップでも使うことが可能です。空中庭園、プロペラ台付近、無限城階段、以上です。もっと探せば他にもある可能性はあります。次に2つ目の裏技、人魚ブーストについて。人魚ブーストは岩でできているデコボコな壁に向かって人魚ダッシュをするとスピードが上がるというバグで、ナルト街道でのみ使用します。やり方は簡単で、水上に上がる通路の壁に向かってスティックを斜め上に入力しながらダッシュするだけです。こうすることにより壁の山になっている部分がライちゃんを上に押し出そうとしてどんどん上に押し上げられます。これによってスピードが上がっているように見えたんですね。以上です。人魚抜けの評価。とにかく人魚抜けは安定しません。なので難易度は星5つです。ルートを大きく変えるのでタイム短縮も星5つです。人魚ブーストの評価、障害物をうまく避ける必要がありますが、めちゃくちゃ簡単なので星1つです。長い距離をブーストすることができるわけではないため、タイム短縮は星2つです。ここまでのご視聴ありがとうございました。まだ20個以上の裏技があなたを待ってます。次の動画でお会いしましょう。